浦。ここで長いホイッスル。神村学園、県大会史上初の6連覇と。神村学園の6連覇達成で幕を下ろした全国高校サッカー選手権の鹿児島県大会。今日はその神村学園の柏野雄一コーチと注目のお二人、大迫塁選手、福田師王選手にお越しいただきました。改めておめでとうございます。ありがとうございます。すごい拍手です。大迫選手、あの CM 前にはなんか可愛らしいポーズも決めてて、ずいぶん余裕ですね。緊張感はやっぱり決勝と比べるとだいぶ気持ちは楽かな。いや、緊張してます。どうですか、少しずつ優勝の実感湧いてきましたが、2日経って。そうですね、まあ、たくさんの方々におめでとうというメッセージをいただくので、うん、優勝できたんだなっていう、ほっとしてます。あ、でもこんな笑顔ね、やっぱりほっとしてるんでしょうね、うん。さあ、決勝の実況を担当した熊木アナウンサー、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。でも本当にね、手に汗握る試合となりました。神村学園と鹿児島実業の決勝戦、改めて振り返りましょう。はい、決勝の相手は15年ぶりの優勝を目指す伝統校鹿児島実業。神村は後半7分、大迫選手が得意の左足で得点を演出します。これすごい距離ですよ。だって強い。セレッソ大阪内定の大迫選手と、ドイツのボルシアメンヘングラードバッハ内定の福田選手のホットラインで神村が先制します。狙ってましたね。素晴らしいゴール。さらにその9分後、16歳以下日本代表の1年生名畑が追加点を挙げ、リードを2点に広げます。一方、果実は後半28分、ロングスローからの流れで1点を返します。粘り強い。どうですか、この時は大迫さん、焦りは。いや、焦りました。焦ったんだ。ただ果実は一歩及ばず、神村学園が6年連続10回目の優勝を果たしました。県大会史上初の6連覇です。すごいな。さあ、神村学園が6連覇ということで、鹿児島実業の持つ5連覇を破るということになりました。柏のコーチ、このあたりはいかがでしょうか。そうですね、まあ、6連覇できて、正直ほっとしているというところですが、まあ、記録をかけた決勝で、まあ、その母校と対戦できたというのは非常に感慨深いものがありました。はい、柏のコーチ、そして有村監督、鹿児島実業の出身ですから ね。 そうですね。そして1年生の頃からずっと注目を集めてきた大迫選手、福田選手のこのコンビなんですが、決勝戦見事なゴール生まれましたね。注目される中で結果を残す、素晴らしいことだと思うんですが、本当にですよね。福田選手にとって大迫選手ってどんな存在なんですか。自分はルイのパスで評価されてきたんで、はい、本当もう神様みたいな存在ですね。神様、はい、神様という評価ですが、いかがですか、大迫さん。いや、本当にありがたいです。ずいぶん今日リラックスしてますね、お二人は。もう自然体ですね。面白い。そして大迫選手に聞きたいんですけれども、ワールドカップがもうすぐ開幕します。今まで本当いいコンビできましたけど、福田選手と一緒に出るのは次のワールドカップなのかなとか、次の次かなとか、ちょっと期待しているんですけど、気が早いですね。はい、どうですか。そうですね、もう来年からもうプロのピッチに立つので、もう次のワールドカップから2人とも狙っていきたいです。うわ、ね、今大会特にね、鹿児島絡みの選手が、ね、いなかったから、本当次からお願いしたいなと思います。いや、楽しみが増えますね、これね。本当に本当に。さあ、まあ、優勝したチームがいれば敗れたチームもいるということになります。今大会は32校出場しましたけれども、31校がここまで涙を飲みました。それぞれの最後のホイッスル振り返ります。
ません。本当は勝って白浜行きたかったんですけど、この最高の仲間とですね、こうやってサッカーできたのは本当に幸せな3年間でした。笛が鳴った瞬間の次の一歩なんだ。サゴサゴキャプテン、敗れた学校の姿を見てどのように感じますか？そうですね、もう自分たちにもこう楽しい思い出だったり辛かった思い出がある中で、それは相手チームにもあって、その物語を終わらせてしまうかもしれないのが選手権で、うん、でもその時に最後神浦でよかったなって、神浦とサッカーの試合ができて楽しかったって思えるようなチームになりたいと改めて感じました。はい、福田さんはいかがですか？たくさんの涙の映像ありましたけど、まあ、その分自分が全国で活躍するんで本当応援してもらえたら嬉しいです。そうですよね、今度は県の代表ということになりますからね。責任は大きいですね。はい、全国大会の抽選会は来週の月曜日に行われまして、はい、大会の開幕は来月の28日ということになります。いや本当に今年のチームはまとまりがあって元気があってということですけれども、いかがですかこのあたり？そうですね、もうチーム力っていうのは例年以上にあると思うので、最高の結果を残したいです。そして福田選手、本当に全国大会これまでね、悔しい思いもしてきたと思います。改めて意気込みお願いします。まあ、こう全国大会での得点が少ないんで、本当最後楽しんでしっかり自分がチーム勝たせていけたらなと思ってます。うん、柏のコーチはいかがでしょうか？そうですね、代表として皆さんの期待に応えられるように精一杯頑張っていきたいと思います。大迫さん、どんなサッカーを展開して見せてくれますか？全国大会神村らしくボールを保持して見てる人が楽しいサッカーをしたいです。楽しみですね、本当に。いや本当にね、うん、もう彼らならやってくれると信じて疑わないです、はい、もう、はい、大迫選手そして福田選手を中心とした神村学園のサッカーにご注目ください。うん、今日は柏のコーチ福田選手そして大迫選手に来ていただきました。全国大会頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。